はい今回は腐敗している自民党の内部対立と河合克行のメモの謎、こちらについて考えていきます。今回もよろししくお願いいたしますす、まあ、今回もですねちょっと難しい内容に、えー、トライしていこうと思うんですが、ちょっと最初に結論を言いますと、えーまあ、難しいことを抜きにして、とりあえず自民党を潰れてほしい、自民党はもうね早く解体してほしい、まあ、そう願います。 今、自民党の中で,です、ね、内部分裂がまあ起きている、まあ、可能性がある。まあ、よくこの話もされるんですが、でねえーまあ、ニュースとかいろいろ調べても真相が分からない、えー、ところなんですが、ただただ願うことがあります。自民党が終わってくれることです。自民党の背後には東丸がいる、宗、えー、主国がいるで、日本国民に対する売国君民政策がひどすぎる、うん。国民のためにならないわけじゃないですか。さっさと終わってほしい。ただし、えー、それだけでは、えーね、もう何という話になるので。 で一応あの、内部分裂してるっていう話もあるわけですよ。で、えー、一つですねあの、まあリ、リスナー様からいただいた、まあ、コメントで、とてもあの貴重なあご意見をいただきましたので。 そちらちょっとですね、まあ、紹介させていただきたいと思います。でこのリスナー様のご意見とですね、まあ、ニュースの内容が一部重複しているんで、まあ、そういうことかとも思いますし実はですねまた総主国が裏を書いてるんじゃないかなとかっていう思っていろいろですね、まあ、難しいところはあるんですが、まあ、そんなことを考えながら、まあ、最,最初にもう一回しつこいですが確認すると、まあ、自民党に消えてほしい、それだけです、ただただそれだけ僕は願っています。 で、まず、えー、リスナー様からいただいたコメントなんですが別のコンテンツをお,、まあ、お伝えしたときにです、ねえーまあ、あの秋元正俊と、まあ、河野太郎の話をしてですね、あまりちょっとその関係がわからないということを、まあ、お伝えしたらそちらに関するあの、えー、ご意見をいただいたのでとてもあの貴重な、まあ、素晴らしいご意見なので、えーまあ、紹介させていただきたいと思います秋元と河野の関係なんですが、まあ、兄弟って言っているんですが <laughs> このリスナー様がーおっしゃってるには 秋元っていうのはまあ河野のまあ下僕ていうことで、えー、まあそううなんででしょうねでこのレノバから献金をまあもらっていたと、で元締めはまあ菅っちということで、菅なんでしょうね、この自民党の今の内部構造、どうなっているのかというと、菅 VS 岸田なんですよ、多分こういうことじゃないかなと思って、で宗主国がどっちについているのかっていうのがわからないんですが、えー、まあこの貴重なご意見をまだ続けていきます。でそのね、えー、まあ えー、河野と秋元の件はその風力発電の件が関係しているという、まあ、秋元が逮捕されたという件なんですが風力発電はあ三菱商事が予想以上の安い価格提示で、えー、落札したが選考基準を変更しレノバに、まあ、融通したとでレノバには秋元から前もって裏口取引をして、えー、選定基準を有利に伝えていたと。でここでで出てくるんですが 原発推進派の岸田と考え方が変わるってことなんですね。えー、この河野と秋元っていうのが反原発、で岸田がですね原発推奨派っていうことで、ここで意見が食い違うっていうことで,で、菅が総理の時に再エネ46%とかね、まあ、ここでも出てくるこの謎の46%っていうね、えーまあ、あれですが、えーでまあ、あそれが、まあ、河野陣営にあったと。<laughs> だから岸田っていうのは この自分が、えー、原発推,し推奨派で、えー、河野と秋元が脱原発ってことなんで考えが食い違うわけですよ、で、えー、この河合克行とか木原の、まあ、県とかっていうのがあって、えーまあ、秋元をリークしたっていう、まあ、こと、岸田がリークしたっていうこと,ことでしょうね、これ。うん でえーまあ、そういったことを、まあ、おっしゃっていて、でこの秋元が捕まったとっいうことに関しては、脱原発、再エネ派の、まあ、動きを止める絶大な効果があったと、えーまあ、そのように思います、で河野太郎にはやはり手が回らないんですね、うんで、そこら辺が難しいところでもあるんですが、で河野と菅が、まあ、どうにもならないとだ、次っていうのはどういう構造になっているのかというと、 岸田がそのまま行く、岸田、木原のグループでそのまま行く、あるいはね菅とどうだろうね、菅と二階と河野なのかな、分からないけど、まあ、そういった内部対立がある、それの、まあ、潰し合いであるっていう、まあ、貴重なご意見をいただいたんで、えーまあ、僕も勉強になりました。あ,ありがとうございます。うんでまあ、それを考えて、またしつこいですが、自民党内部でぐちゃぐちゃしてますけど、うん、あの自民党、えーまあ、潰れてほしい。だ今の次の総裁選で、えーまあ、勢力争いが多分起きてるんじゃないか。 って思うんですよで皆さんも思ってるかもしれないんですが、もう本当ですね、えー、一言で言岸田と菅が友倒れしてもらいたい。うんでえー、もう自民党っていうのは本当に日本国民にとって売国移民政策がひどいんで、本当に全員あのもう、ね、いなくなってもらいたいと思うんですよ。うん、であ,るあるいはまともな考えがある人は他の政党に入るとか、うん、そうしてもらいたいと本当に心の底から願います。で、今度は、 また,また別の方のご意見ですね、これはあのリスナー様ではなく、まあ、SNS に書き込まれているご,ご意見があるんですが、河井元法務大臣の大規模買収事件をめぐり、当時、安倍政権中枢から巨額の金が渡っていた疑いがということがあるということなんですね。でこ,のこれが河井克之のメモということなんですが、自民党本部から1.5億円、安倍を含む4人から、 えー、6700万円が支払われてたという記述、うんまあ、があると、でえーまあ、安倍、えー、菅とかね、えー、だから自民党ってもう利権と汚職まみれで腐敗してるんですよ、もう訳は分からないじゃないですか、国民のことをやらないは、この己の私利私欲、今だけ金だけ、自分だけって、どうしようもないなと思うんでね、うん、消えてもらいたいと思います。でさらに言うと、そういうことをしている安倍晋三を国葬してるんで、国民からしたら、はなはな理解不能なんですよ。うん だから、岸田っていうのがですね、えー、まあ,あ、安倍の考えを継いでるんじゃないかと岸田を高知会って言いますが、安倍は清和会、えー。会が違うんですが、おそらく安倍と岸田がまあ同じグループにて、まあ、菅が違うのかなとかって思うんですね。別に僕は本当のことで自民党に興味がないんで、えー、もう亡くなってほしいともう願うだけなんでね。うん、で、ここからあ、まあちょっとそのニュースを考えていこうと思うんですが、安倍、菅、 あ2回あまりがですね、まあ、この金をまあ受け取ったと、でこの河井克行という人が追及したんですが、まあ、ダメだった、だから、ね、この河井克行という人の件もまあ難しいっちゃ難しいんですけれども、この安倍・菅2回あまり4人と、ですねこの河井ていう方の政治団体、政党支部の、まあ、 その資金報告書にこのメモ、資金のやり取りがないっていうことなんですよ。これって、えーねえー、買収とか、ね、政治資金規正法違反にあたる可能性があるんでこれアウトじゃないですか。この時点でもアウトなんですよ。だから、安倍、菅2回あまりアウトです。安倍は今いませんから、菅2回あまりがアウト。だつまり、菅2回。 つしと取れるあまりよくわかりませんが、あまあ、アウトってうことですね、えー。だからこれを岸田が画策したとも取れるし、まあ、岸田の背後にいる、えー、安倍岸田の背後にいる総主国の、まあ、策であるとも考えられる。で、この河合克行っていう方は、2021年にですね懲役3年の、まあ、実刑を、まあ、確定して、今、栃木県の刑務所で服役してるっていうようなことで、えー、でこの河合克行っていう方は現金を配った議員とかの名前を、まあ、リスト、自宅に保管 今になってなんでこれが分かったのかっていうのもまた謎ですし、まあ、この当時はね、えーまあ、検察が調べたら100人に2871万円というね、前代未聞の買収っていうことだったんですよ。で、えー、<laughs> 川井克行という人は後半で、えー、党本部からあの1億5000万でなく手持ち資金を使ったって言ってますがあ政権中枢から裏金が買収に使われていた可能性があるっていうことなんですよね。うん でえー、先ほどのリスナー様のご意見と、ねえーまあ、考えるとこのようにも取れるんですよ、ただ、あ裏がですねやはりそこは宗主国の考えも、まあ、巧妙かなと思うんですが。 まあ、菅二階を潰そうとしてるっていう風に取れますね、だから次の、ね、政権に菅二階が入り込もうとして、その菅二階を潰そうとしてるっていうことなんですが、そうなってくると、その潰しに入ったのは岸田と木原なわけじゃないですか、これ、どういう構造かっていうと、こういうことだと思うんですよ、菅二階っていうグループと、岸田、木原のグループで、検察がどっちについたかって言ったら岸田の方についたんですね。 だから岸田、木原、検察が一つのグループになって菅を潰そうとしていると考えられます。別に僕は菅を応援していません。先ほど言いましたように、二階も菅も自民党なんで消えてもらいたいと思っています。 検察が動くっていうことはイコール背後に創、えー、主国がいる、えー、C‐A がいるっていうことでだから多分ですよ、僕たち日本国民の考えとは裏腹に、えー、もう本当に、ね、この岸田イコール増税眼鏡イコールもうすぐもう政治の世界から消えてもらいたいと思いますが、えー、苦しくなっている今の創主国米ですね、アメリカにとっては岸田っていうのはあ言うことを聞くわけじゃないですかもうほとんどそのノーと言わないしね、えー、率先して、えー、このアメリカのため日本国民のためになることはしませんが アメリカのためにはあそういうことをするんで。 おそらく岸田の背後にシーマレーがついていて、支持している可能性がありますね、でそれで菅と二階を潰すために、この河井克行のメモを今、出してきたんじゃないかと,と考えられます、もちろん本当かどうかというのは分からないんですが、僕が考えた感じ、そうじゃないかとで、安倍と岸田が同じグループなんでしょうね、安倍が政和会で岸田が高知会ですが、安倍と岸田が同じグループにいる、で次の、ね、内閣総理大臣も、岸田に継続させようという、まあ、意図が ね、国の C の、えー、考えとしてあるで菅というのは多分別なんでしょうね、<laughs> まあ、菅と階回ていうのがあるんで、直接その、まあ、米、えー、アメリカサイドでゃなく、まあ他のところ、わ、まあ、かりませんけどその、ね、ネズミ国とかそっちなのかわかんないけど、そういったことがあって、まあ、菅を潰そうとしてるんでしょうね、だから、あのー、これは他の方もおっしゃっていて、まあ、ちょっと僕、はよくわからないなと思うんですが、菅と二回がですね、えー、岸田の片腕である木原の件をリークして、えー、もう、 岸田を潰しにかかったんですが今度岸田が逆襲に出てきたんですね、えー、この河合、えー、勝幸のメモを使って今度菅と、えー、二階を潰そうとしてるとそういったことが起きてるんじゃないかと思いますね 腐敗しきってる自民党政権内部全員揃ってね綺麗にあもう消えてもらいたいと思いますあとですね自民党が消えるとともに、えー、遠まるというツボもね、えー、消えてほしいと思いますだから今あこういったことが自民党の中で起きてるんではないかとまあ、僕たちはですね一般人なんで、えー、分かりませんがまあ、ニュースの内容であったり、えー、まあ、リスナー様のご意見だったりこういったことから このようなことがまあ、憶測できるってことです。最後にね、まあ、皆さんも思ってるでしょうけど、もう増税メガネのね、えー、これ以上のね、そういうもう謎の機妙政策をすると国民が持ちませんから、もう岸田もそうですし、菅もそうですし、もう自民党っていうのは本当に、えー、もう ねえー、消えてもらいたいと思います。で、ほ、まあ、他の人、まあ、僕は山本太郎さん、えー、令和に政権を取って頑張ってもらいたいと思いますということで、えー、今回は腐敗している自民党の内部対立、河合克行のメモの謎ということで、ちょっとこの内容難しいんですけど、こちらに、えーまあ、トライしてみました。えー、何かしら、共感していただけるもの、お役に立っているものがあれば何よりですということで、えー、今回はこだわりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。